はい、皆さんおはようございます。太平ガロチャンネルです。さあ、今日のガロチャンネルはご覧ください。こちらの滝桜、奈良県宇陀市にあります、後藤又兵衛、ゆかりの桜、又兵衛桜、ご覧ください。すごい、樹齢300年だそうですよ。はい、今日も最後までガロチャンネル見ないとチョップですよ。放送は大阪みなみのたこ焼き屋よりや文在門の提供でお送りします。さあ、今日の太平ガロチャンネルは後藤又兵衛の伝説が残る立派な一本のしだれ桜、又兵衛桜がある場所、そして日本最古の薬草園のある薬草の里、奈良県宇陀市まで参りましょう。今日はちょっとなんか撮り鉄の方が多いですね。珍しい電車でも来るんでしょうか。撮り鉄の方がたくさんいらっしゃいます。彼も撮り鉄かな。それ撮りやろ、その正味の撮りやろ。灰原に着きました。なんかちょっと見たことあるような駅ですけども、気のせいですよね。琵琶湖温泉紅葉パラダイスのオリエントエクスプレスの廃車体の回で来たような気がしますが、灰原駅です。さあ、ここからバスで大宇陀高校前まで参ります。大宇陀高校前から又兵衛桜まで案内板が少ないので道に迷わないよう Google マップを使うか、少し遠回りの道の駅大宇陀で下車して地図をもらうかしてもいいかもしれません。バスは灰原駅から片道440円です。こっちですよという何の印も看板もないんですけども、こっちで覆ってるんでしょうか、大丈夫でしょうか。ナビ通りに行きたいと思います。すごいな、何もないな。しばらく20分ほど歩きますと又兵衛桜のある後藤屋敷跡に到着します。これは大犬のふぶりですね。可愛い小さな花がたくさん咲いております。いやすごいね、つくしとかすみれとかたくさん、タンポポとかね、春が咲いておりますけどもね、看板は立っておりません。あ、入りました、入りました、看板。
追ってますね、又兵衛桜、200メートル先右折、あ、見えてまいりました。これですね、これが、又兵衛桜でございますね、ちょっと分かりにくい場所にありますので、皆さんナビを用意してください。来ましたね、あそこが又兵衛桜です、滝桜です。ここからが、入り口です。ここから入るそうですね。はい、ここからね、100円、ね、協力費として、入れてください。100円ね、50円玉2枚でもいいですかね。100円ね、100円玉食ってみろね、100円とか言ってる場合じゃないですけどね。結構歩かなければいけないんですけども、結構ね、バスで来られる団体の方が多いのかなという感じですね。又兵衛桜、 NHK 大河ドラマ青い徳川三代のオープニング映像に使われてから一躍有名となった滝桜。後藤又兵衛の屋敷跡に咲く一本のしだれ桜です。はい、この辺りに後藤又兵衛、後藤巻じゃないですよ、後巻じゃないですよ、後藤又兵衛の屋敷があったそうです、そして、大阪夏の陣で、道明寺で討ち取られたはずなんですけども、なぜか生き延びてここで僧侶として、人生を送ったという、そういう説もあるそうです。諸説あります。黒田官兵衛に仕えていた戦国武将後藤又兵衛、大阪夏の陣で討ち死にしたと言われていますが、実はここに隠棲し再起を図っていたという伝承が伝わっているんです。この地で僧侶になったという伝説が残る後藤家の屋敷跡に残るこのしだれ桜、樹齢は300年以上、高さ13メートルの見事な桜です。品種としてはしだれ桜、本郷の滝桜と言われ保護されています。まずは近くからご覧いただけます。しかしこのつくし、ご覧ください、これつくし尽くしですよ。これ全部つくしですよ。これで1年分のつくし全部見られますよ。おそらくイノシシ用と思いますが、電気柵が貼られています。ご注意ください。変態の方以外は触らないようにご注意ください。 SM&M の方は全然触れていただいて大丈夫だと思います。まだちょっと早いのかなっていう感じですね、今年は。でもつくしがいっぱい咲いて、まあ、咲いてるっていうのかな、出てます。すごいつくし、いや、すごいつくしね。後藤又兵
後藤元次とも呼ばれていました。真田丸で相川翔さんがまっすぐな武将として演じられていましたね。大阪夏の陣でてっきり亡くなられたと思っていましたが、この地で僧侶になったという伝説があるんですね。背景には桃のピンクで鮮やかな花、そして菜の花の黄色、芝生の緑、滝桜が本当に映える絶景です。柵には電気が流れておるそうです。気をつけてください。ビリビリ。このめっちゃピンクなのが桃の花ですね。後藤又兵衛のごまべの家があったそうです。ウグイス鳴いてますね。草餅が売ってますね。出来たての草餅をおばあちゃんが売ってらっしゃいますけども、後ほど、何かお腹に入れたいと思います。特にこの辺りの冬は寒いので、寒さが厳しいので、つくしに桜に生命が一気に活動を始める今、色鮮やかに躍動する生命の輝きが本当に美しいです。ご覧ください、このカラフルさ。もうちょっと先に満開になるかなという感じの4月1日です。今日は天気がいいので青空と映えますが、春霞のもやのかかった桜もこれまた幻想的なんです。そしてあいにくの雨が降ってしまった場合でも、濡れた桜というのもそれはそれでまた美しさがあるんです。桜の花は1週間ほどの儚い命、ですからそこにまた人は惹かれるのでしょう。なんといっても立派なこの樹齢300年の見事なシダレ滝桜ですよ。この菜の花もいいですね。下に菜の花と、そしてバックに桃のコントラスト、いいですね。遠くから見ても綺麗です ね。全容が分かりますね。このラッパのような水仙も綺麗ですね。僕は水仙しますよ。お男の誠驚く人生夢上がりね。渡辺桜、女は花。あれ、こっちとこっち、柿本純子さん顔違います。そんなことない。
おほいいですね、草餅もいいですけども、なんか田楽のいい香りがしております。味噌田楽をいただいてみましょう。柚子こんにゃく100円。柚子のいい香り、柚子味噌のいい香りがしますね。柚子味噌こんにゃく田楽いただきました。すごい柚子の香り、味噌もねすごくコクのある深い 甘みもあります。100円です。値打ちあります。これうまい。この辺が一番いいんじゃないですかね。豊臣方を敗退したが、又兵衛は最強兵の希望を捨てがたく城城中より逃れ落ちた。宇田の当地へ来て本郷の温泉で傷を癒し、豊臣家の再興を待ったが、徳川の天下のことで僧になった。まあいろんな説があり、そしていろんな桜がありますが、私はこんなに力強い、そして大きな、偉大な桜を未だかつて見たことがありません。こんなに巨大で力強い、桜、これはぜひ、生で一見の価値は あると思います。又兵衛桜で、後藤又兵衛のお屋敷の後に、このしだれ桜が咲いていると。大阪市内ではねもう桜満開なんですけども、奈良の山奥ではまだねつぼみですね。まだちょっと早いのかな、今日4月1日なんですけども。
大阪夏の陣で撃たれた後藤又兵衛が再起を誓って、この温泉で体を癒したそうです。ね、撃たれた。まあ諸説あります。まあね、史実なんでね、今生きてる人は誰もね、生で見たわけじゃないんだから、何が史実か分かんないですよ、それは、ね、ふい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 、インガラブンガラ、インガラブンガラブンガラ。お、見てください、珍しい白いタンポポ、ね、白いタンポポ、白いタンポポ、白タンっていうらしいです。白タン、白タン、概念白タン、こんなタンポポもあるんですね。いやまさにね、これアスファルトに咲く花ですよ。涙の数だけ強くなれるんですよ。いい歌ですね、ガルちゃん。その通りや、あ、その通りや、ガルちゃん。あれはおそらく柿の元の人丸ではないでしょうか。大宇陀、大宇陀は城下町として栄え、かつて伊勢街道が分岐する場所だったので宿場町として栄えたところなんです。ですから歴史的建造物が、そして町並みが今なお残されているのです。そして宇陀市は薬草の里としても知られています。津村、そしてロート製薬、藤沢薬品、笹岡薬品などの創業者の方の出身地でもあるのです。歴史が香る奈良の街道に、花が、そしてつくしが咲いております。うわ、美しい。見てこれ、つくしというのは杉菜から生えてくるんですけども、この杉菜というのはもうね、雑草みたいにバンバカバンバカ生えてくるんですけども、これつくしというのはね、日当たりが良くないと生えてこないんですよね、私の経験上。つくし研究会副会長の私の経験上。いや会長誰やねんそれ。誰が会長なの。宇陀には歴史的な街並みが残されています。宇陀の街並みをちょっと歩いてみましょう。薬のね、ちょっとこの館に行ってみましょう。竹原みたいなね、なんか歴史的な街並みが広がっておりますね。あら、かわいい。川がね、流れておりますけども、はい、ここが森の旧薬園ですね。薬園と書いて薬園と読むそうです。はい、ここが森の旧薬園です。早速、入ってみましょう。入場料は300円だそうです。森の吉野葛本舗の中にあります森の旧薬園。この薬園の創始者
森野藤助は代々吉野のくず粉の製造で名を知られてきました。彼は薬草の研究もしていて、江戸幕府八代将軍吉宗の御薬草見習いとして出資、近畿北陸の薬草を採取して研究し、幕府から官の貴重な薬草の種苗を賜ったのです。そしてこの自宅の裏山に植え付けたのがこの森の旧薬園の始まりなんです。この森の吉野葛本舗内で葛粉を代々作ってきました。葛というのは豆科のつる性植物、その葛の根っこ、葛というのは海外では侵略的外来種として駆除対象と、駆除せないいかんほどの生命力を持つ葛なんですが、その葛の根っこに含まれるデンプンをこの極寒の地で、地下水のみで繰り返し生成、そして乾燥させたものは和菓子や日本料理などに幅広く使われている吉野本葛。吉野の葛は粒子がとても小さく繊細で滑らかな食感なんです。そしてコシ、粘り、透明感、すべてに優れているのです。この場所の冬の冷え込みがとても厳しく、そして地下水に恵まれている、それが吉野本葛の特徴なんです。昔ここで、葛の根っこをさらして、ここで葛を、本葛を作っていたそうです。すごい人長毛のいい匂いがしますね。人長毛、こんないい香りやったんですね。人次郎毛。そして葛粉を作り始めて11代目の藤助が自宅の裏山に開いたのがこの日本最古の薬草園。今はカタクリの花を咲かせているこの山、なんと250種類もの薬草木が植えられているんです。ここから登っていったら薬草園、薬草が育てられているそうですが、頭上気をつけてください。そしてご覧ください、大宇陀の街を見渡すことができるこの裏山、四季折々の風景もお楽しみいただけるんです。ここは江戸時代の面影をそのまま残している薬草園なので、1926年に国の文化財史跡に指定されました。一つ一つに体への作用が書いてあります。やっぱり片栗だ。需要競争緩和、片栗粉の原料、効能があるものでも、ものによっては毒となるものもあるんです。それを調べるというのは本当に尊敬に値する大偉業を成し遂げられたと思います。 Thank you。
ホトギリソウ。あれなんかめっちゃラーメンの匂いしてくる。ナイトスクープでやってましたね。なんかラーメンの匂いがする気があるんですね。どれでしょうね。めっちゃチャロメラの匂いする。また食べにゃー。にゃお。この離れて薬草の研究に、没頭して打ち込まれたそうですね。西閣指導、森の西閣はここで、くず粉のくずを粉にする、製造を携わってきたんですが、ここで、薬草の研究に、没頭打ち込んだそうです。人生をかけてね、裏山に、薬草のね研究をされたそうようですね。すごいな。ここで隠居されたそうですね。積水亭、風がな。薬の館行こうと思ったんですが、バスがね1時間に1本しかないんで、そろそろぼしぼしね、夜も仕事ありますからね、ぼしぼしキロに着きたいと思います。道の駅に向かって。なんかすごい車。どうなってんやろ。はい、道の駅に着きました。道の駅宇陀寺大宇陀です。道の駅宇陀寺大宇陀、国道166号線の道の駅宇陀寺大宇陀。ご覧ください、新鮮取れたての野菜直売所がありますね。
そしてセント君もいます。やはりここは奈良なんですね。そして中に入りますと観光案内コーナーがあります。ここでパンフレットや地図をいただけます。またべ桜に行く前に寄ればよかったんですね。はい、こっちから行った方が分かりやすいです。この近くには宇田アニマルパークという楽しそうな動物の牧場もあるんですね。そしてバスは1時間に1本しかございませんので、こちらで休憩、軽食をいただいていきましょう。山菜うどんと肉厚メンチカツを頼んでみました。うわー、美味しそう。この肉厚、これうまい。そしてこの山菜うどんの、山菜のね、なんでしょう、歯ごたえと生命の香りが、そしてこのうどんもかなりコシがありますよ。そしてお出汁も美味しいですし、これうまい。これうまい出ましたね。登録してね。